別れてほしいの彼と。そんなことはできないわ。愛しているのよ彼を。それは私も同じこと。ね、そんなんでね、ソニックさんですよね。いやー、参ったね、これ。あ、いたいた、いや、ごめんな、ごめんな。うん、ちゃちゃちゃ。ね、そんなんでね、ま、なんですか、連日ね、こう、アップしてますけどもね、うん、ソニックさんでございます。今日はね、ピッコロ大魔王みたいなね、こう、スカーフの巻き方をしてみましたね。うん、ね、うん、ご飯くんに教育する人として。はい、そんなんですけどね。はい、ね、本日のお題いきますよ。早速ね。うん、いくぞ。本日のお題、気になるお相手のあなたへの印象。そうですね。また気になるお相手シリーズですね。ああ、まあね、何ですか、こうね、まあ、気になるお相手、ね、あなたのことをどう思っているか、ね。しかも今回はね、恋人としてどう思っているか、ね。ちょっと下噛みそうになったけどね。大丈夫、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 いける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 。ね、ノーメール、ノーメール、ノーメール、いける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 。長い、長い、長い、ね、長いけど、ね、うん。そうやってね、テンション上げてっからね、今ね、深夜のね、1時26分。ほんとね、もうロンドンとかね、いるけどさ、ロンドンいるんだけど、ほらね、日本時間にさ、なんかこう引っ張れるよね、まずいよね、うん、本当に。まあそんなんでね、よし、行くぞ、早速行こう、早速ね。今日のルール、6枚カードね、1枚目が見た目ね、2枚目が性格ね、3枚目が態度で、雰囲気、おしゃれ、恋人として。で、今日はね、もうダリタロットと、うん、ね、ウェイト版ね、使う、うん、この2つの合わせ技でいくね、合わせ技でいくってことはもう超ディープにね、あれです、相手のね、お相手さんの心に食い込むんで、覚悟してください。うん、 ABCね、この中選ぶね。そしてもう一個ね、選ばないっていう選択もあるからね。自分で選んどいて結果が気に食わなくて切れるのやめてくれ。というか、もう、ね、タロットライブがあるからさ、本当の、なんかね、これはこうね、いわゆるね、オーダーメイドね、なんかそのプレタポルテだからさ、うん、ね、作り置きだから、もし気に食わなかったら、本当にタロットライブに来る。もしくは、ココナラでソニックさんやってるから、うん、そこに来る。ね、徹底してこう、見たかったら来なさい、うん、ここならにね、値段は高いけど、そら見るで。そら見るで。まあね、うん、いや、決して高くはない、うん、なぜかというとね、ソニックさんも すぐにあれだよ、YouTube の占いで1位取ったるよ。よし、行くで。オッケー。ね、まず A。ね、ABC 選んだ？大丈夫？うん。A、B、C？ ね、こっちかな？なんかね、うん、なんかうまくいかなかったね。おっさ、ね。行くわな。まあそんなんでね、ソニックさん、テクノ魂ね、6月30日に名古屋でライブあるんでね、名古屋近辺の人はね、電車に乗ってくるといいよね。うん、そう、電車で来るべきだ。ね、そうそうね、電車で来てソニックさんにテキーラおごるといいよ。わかんないけど。ね、そうですわね。うん、まあそんなんでね、これがオッケー、よいしょ、いいですか。これがまず彼のね、あなたへの印象、6枚カードのね、ディープね、まず、これがメインな気持ち。で、こっちがあれだよ。なんかもっとね、ディープな、もう一枚深く入ったところでね、見る。うん、そうしよう。いいですか？ A ですよ。A いきますよ。ね。A、B、C、そして選ばないっていう選択があるからね。眺めて終わるのもありだぞ。本当にな。お前らな。うん、そうそう。うん。必ずしも毎回いい結果が出るとは、あれだからな。限らないからな。今日はピッコロ大魔王風のスカーフだからな。うん、ソニックさんおしゃれだからな。うん、下はただの T シャツだけどな。そうそう、うん、うん、よしと、OK、行くで。うん、まずは、よいしょ、ね、6枚、こっちからな、ダリタロットから行こう。よし、行くぜ。はい、1枚、うん、2枚、3枚、4枚、うん、5枚、ね、6枚、ね、ここら辺に A の文字が入るから、もうちょっと寄せとかないと。おいしと、ボゲー、行くぜ。こいつが、まず彼のな、うん、おいしと、ね、あなたへの印象ですよ、ね、お相手の、あなたへの印象、ね、そうですね、うん。
まあまあまあね、そんなでね、うん、いやどうですか最近ね、皆さん どんな感じですか、楽しくやってますか本当にね。ですな、まあ、ソニックさんはね、まあ、ライブ準備とかでね、あのもう相変わらずギター弾いてますけどね。いやーよし行くぜ、いいかなよし、じゃあまずね、あの1枚目いきますね。まず相手の印象ね、見た目どう思ってるか。まず見た目ね、はい、あの骨折り損のくたびれ儲けって思ってますね。頑張ってるけど成果が出てないと思ってます。まあそんなこともあるよね。うん、でもう一発ディープな気持ちね、ディープな気持ち、うん、タワーが逆向きね、事前調査ね、入念な下調べね、何があれかというと、もうちょっと考えた方がいいんじゃないかとね。てか、まあ、彼がまあね、向こう側がなんか、いや俺が知らないだけでこのファッションは意味があるのかなとか、まあそんなことを考えてるね。そして性格についてね、よいしょ、性格についてどう思ってるかっていうと、はい、これ、うん、金貨の鉢が逆向き、これはですね、新しい関係のね、プライベートで親しくなるのをやめちゃってる。うん、だからなんだろう、人の深くに詮索しないタイプと向こうは印象的に思ってる。うん、そしてもう一個は自分のね、意志の強い女王様ね、固くないし、だから自分のルールがあって人に踏み込まないって彼は思ってるね、向こうは思ってるね。まあ彼でいいよ、とりあえずもうなんか、うん、どうせもう 9割女の人だから、この、ね、ここチェックしてる人は。よし行くと、次態度ね、その彼はね、一体どんな態度と思っているかね、彼から見てあなたはね、バランス不均衡ね、なんかこうあんまりこうなんかギクシャクしてると感じてる。うん、そしてもう一個の印象はね、動いてるね、なんか頑張ってる、うん、頑張ってるけどギクシャクしてると彼は考えてる。うん、そして次ね、4枚目、こいつが雰囲気ね、雰囲気アトモスフィアね、どんな雰囲気なのかなっていうと、やっぱ働く女性、うん、働いてる、職場一緒。うん、でこれがもう一枚が、これあれ世界が逆向き、うん、これはね、自己回帰手前、だから自分をキープしてる。うん、だから、うん、雰囲気は自分を保ってお仕事してると思ってる。うん、でおしゃれに関してはババーン、痛みを伴う別れ。だからね、これもそうだけど、ファッションわかんない彼にはいけてないらしい。うん、そうそう。でもう一枚こっちがね、リカバリー可能、うん、まだなんとかなるんじゃねえかと思ってる。うんね、うん、そうだね、うん、まあ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 、まあ、頑張ろう頑張ろうね。まあソニックさんのこんなファッションもね、変だから、ね、そうそう、よし行こうね。最後にね、恋人としてどう思うか、バーン、はい、恋人としてどう思うかね、これ腹水盆に帰らず、終わったことは戻せませんね。恋人としてはちょっと難しいかもしれません。そしてもう一枚がこれね、覚悟できない、そうです、うん、多少ね、うん、まあなんだろう。うん。彼はね、君が気になってるの知ってるかもしれない。うん。だけど、覚悟できない。まあそれがね、うん、厳しいお話だけど、ね、彼からの印象だ。な。うん。文句言うなよ。選んだのお前だぞ。うん。そんなんでな、ソニックさんです。ソニックさんですね。2枚目いきますよね。これね、まあ、B プランに行く前にね。そうですね。そうだな、あとはなんかな、ソニックさんね、最近ほらね、こう、もう今痩せるとかさ、もう朝食しか食べないんだよ。朝食しか食べないっていうかさ、ね、ソニックさんね、もう減量して痩せたから、それを維持するためにもう朝体重計乗んので、朝体重計乗って、でこのなんだろうな、うん、もう58キロ切ってたらご飯食べれんの切ってなかったら食べれないのそう、うん、だけど基本的には何、57を切りたいのそう、うん、そうなんだよね、うん、結構きつい結構きついんだこれが。よし行くで、またこっちに戻るで、うん、まあそんなんでね、そう、うん、いやーでもね、そうなのよ。いや一回ね、なんかこうなんかね、引っ越し屋さんをねやってね、でかい筋肉をつけちゃったから、もうそんなにカロリー取んなくてもやってけちゃう体になっちゃってんだよ。うん、そう、うん、標準カロリーでね、肉体労働でやっていける体だから、うん、標準のカロリー取ったら太っちゃうんだよ。うん、うん、そう、うん、だからソニックさんが体の体型を維持しようと思ったら600キロカロリー足んないんだよ。人間生きていくのにギリギリを切っちゃってるところで、やっと標準体重なんだよ。で、そっから体重削ろうと思ったら400キロカロリーしか取れないんで、1日。うん。だ医学的におかしい。医学的におかしいからね。ああ、そう。うん、こういうね、なんかそう、まあ、まあ食費かかんないけどね。うん。食費かかんないけど、うん。食べるって楽しいじゃん。そう。ねえ、そうなんですよ。なんかね、うん。
そうです。だからソニックさんが痩せてんのは頑張って痩せてるだけだから。うん、本当に。うん。努力ですよ、努力。ね。そう。おっきゃ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 。ね。そうですな。ね。そう。うん。あとあれね、なんか最近、なんか素朴な気分で、なんかソニックさんは独身ですかっていうあの質問が出てました。そのソクシンさん、独身よ。独身。うん。独身50歳。うん。独身50歳。バツイチ。うん、バツイチの原因、あのミュージシャンでお金がなくなかったから捨てられた。そう、うん、そして今人並み以上に稼ぐようになってね、あのなんか、あ、私を捨てた人は今どう思うんでしょうか。よし、行くぜ。 B 大丈夫。 B ね、 B バップボーイね、 B バップハイスクールの B だよ。大丈夫。うんね、そう、うん、もう知らんよ、知らんよ。もうあと C か、あとは選ばないの2つしか残んないから、もう B 行くよ。はい、 B ね。よし、もう念を押したからな、文句は言わせないぜベイベー。おいした。うんね、そうですよね。ふん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 と、ね、ほほほほほほほね、そうです。これがね、 B を選んだ人のね、相手の気持ちです。そうです。おおね、よしと。おお、まあね、そんなソニックさん独身なんで、ソニックさんの子供見ごもりたい人は連絡ください。あのね、シルベスター・スタローン曰く、あの男盛りは50代だから。あのね、シルベスター・スタローン、あのなんか50代で3人子供作ったから。やっぱそうでなきゃいけねえよな。うん、そうそう、うん、ね、OK、うん、考えるな、うん、Just do it だよ。よし、行くぜ。うん、ね、うん、もう一回起きるね。気になるお相手のあなたへの印象、 B を選んだあなた、行くぜ。まず1枚目、見た目をと思ったか、バーン、見た目、あれですよね、もう収穫できない。なんなんだお前ら。おしゃれじゃないのかよ。うん、収穫できない。そしてこれがね、現実直視ね、現実をしっかり見ろ。うん、どうなんだよ。うん、そう、うん、みんなもっとこう、なんつうの、体こう絞ったりとかさ、なんかこうね、うん、なんかあれだよ、なんかこうね、バターかじりながらなんか私は彼が好きとかダメだぞお前ら。本当に、うん、いやバターはそんな太んねえけどな、炭水化物ワンセットとかすると大変なことになるけどな。よし、見た目ね、次性格ね、どう思ってるかね。性格は、向こうが思う性格はチーム解散、メンバーバラバラ、あら協調性がない。うん。で、もう一個こっち側に来るのが、はい、ページオブペンタクルスの逆、ね、選手宣誓できない。ね、宣言できない。宣言できない性格。うん。ダメやん。何なんだ君は。うん。迷惑な人なのか。うん。ね、そうそう。うん。文句言うなよ。自分で B 選んでるからな。よし、次、態度。ね、態度はどうなんでしょう。ね、新しいニュースと新しい展開。ね、うん。なんかこう、新展開を、ね、ね、それがもう一個はね、骨折りゾーンのくたびれ儲け。なんだこれは。うん。全然いい印象ではないな。ドジっ子か。うん。ね、そう、態度。態度は、うん、全然生きてません。うん、全然態度が有効でないです、彼ジャッジでは。うん、次行ってみようか。あと次は雰囲気ね、雰囲気ですよ。うん、雰囲気じゃないですよ、雰囲気ですよ、漢字で見るとよくわかるね。よっしゃ、雰囲気は、あとな、学ぶ、これはもうあれですよ、そっとじね、穏やかにね、その場を立ち去る。うん、そうです。うん、雰囲気、穏やかに立ち去る。うん、そしてね、この剣の女王様ね、ね、自分のね、やりたいことが分かっている女王様。そうです。だからもうね、場が合わないと思ったら、さっといなくなるタイプ。ね、そういう雰囲気。全然場に馴染んでねえじゃん。ほんと、アスペかな。よし、オッケーオッケー。まあまあ、そんなこともあるさ。よし、行くぞ、次5枚目。なあ、おしゃれ。ね、おしゃれどうかな。まずこっちの印象が悪かったけど、おしゃれとしてはどうかな。はい、おしゃれはね、苦労の末に富を得る。うん、そうだね。こっちが骨折りゾーンのくたびれた時、こっちは苦労の末に富を得る。そしてこれが、ね、自分の立ち位置を考える。うん、おしゃれは頑張ってる。うん、そうだね。あ、見た目は、疑問だけど、おしゃれは頑張ってる。あ、ということは、あれか、もっとちょっと、なんか、痩せたりしないといけないってことか。あ、おしゃれは頑張ってるけど、見た目が良くね。うん。なんか、顔痩せとか、こう、なんか、YouTube でチェックする、こんなことやって、こう、顔を洗わず、ここの筋肉をほぐすと、顔がちっちゃくなるらしいぞ。
YouTube でカタカタカターンしてみ、本当にチェックしてみ、本当に、うん、ね、うんとと、うん、ね、ソニックさん昔あの小顔なんか体操やったらあのなんか虫歯があのうずいちゃって、その後はなんか歯医者に駆け込んで500ポンドぐらいぶっ飛んだけどな本当に。まあまあ今虫歯はなほっといてもしょうがないからな。よし最後、あの恋人として、恋人としてね、はいね、プライベートで親しくなろう。およ、なんか印象悪かったのにいきなり恋人としてはあの高評価だぞ、うん、恋人として、はい、ボーノにね、自己納得と次への展望、あれよくね、よくね、よくね、うん、B 選んだやつよかったじゃん、うん、うん、本当に、うん、そんなんでね、うん、よかったよかった、よしね、印象、相手の印象ね、さあいよいよね、あのおーね、あのあれです、あの千秋楽、なんか千秋楽と言わないよな、あのね、大詰めです、うん、大詰めね、いよいよ C 行ってみましょうね、 C 噂の C ガールですよね、本当に。いやー、しかしね、まあ桃江ちゃんね、本当に別れてほしいの彼ととか言ってね、どうなんですかね、なんか取り合いね、うん、そうね、取り合いね、男と女の取り合いね、うん、鳥山明、ドラゴンボール。もうええやんな、それはな。あいしょ、ね。うん。そうですね。はい、今日もね、あの、ソニックさんといえば、ダリタロット。ね、ダリタロットですよ。ね、もうだいぶボロボロになってきました。本当に。うん、でもね、これがね、うん、もう何百万もこのカードで稼ぎましたから。本当に。うん、タロットさんありがとう。ね、うん、タロットさんありがとう。そしてタロットさんもソニックさんにありがとうです。ね、うん、今、こうしてね、あの、タロットをやってますけど、あの、これ、あの、ね、あなた、ね、占い見てるだけかもしんないけど、あの、違うのよ。ソニックさんは、あの、お勉強チームっていう、タロットお勉強チームっていうのが、あの、いまして、うん、それが、あの、ソニックさんの、あの、タロット動画から日々学んでますんで、うん、でソニックさんも、あの、なんですか、頑張ってる。いろいろ常に新しい技であったりとか、いろんなことを、あの、挑戦してますね。そうです。うん、こういった、あの、ね、YouTube とても有効に使っているところでござんす。ね、そうなんですよ。うん、まあね、でもね、あの、違うんだよ、あのさ、日本のタロットさ、こうなんかね、フォーラムみたいなのがないからさ、うん、だからなんでソニックさんがこうなんつうのね、ズバズバ答えが言えるかっていうとさ、まずこのカードの意味をね、もうとにかく明らかにしたからね、うん、だからあとはもうそれで、あのね、タロット研究チームみんなでね、あのなんかもうこれはこうではないかとかね、どんどん詰めていけばね、さらにこう良くなるであろうとな、うん、ところで物事が進んでるんですよね、うん、まあほとんどの人はね、あのなんか私の恋愛見てハハハハって来てるかもしれないけど、うん、そうじゃない、あの賢者の人たちがいる不思議なところなんです、ここは、うん、ね、そうです。だからもしね、あなたもね、興味があったらタロットあの勉強してください。あのソニックさんいつまで生きてるか分かんないから健康だけどねというか、あのソニックさんそもそもミュージシャンだから、あの YouTube で当ててミュージシャンでそれでそこそこ行ったら、あのタロットやんないかも分からんよだからタロット学んでね、自分でね、よし行くで、よいしょ、はい、またこれね2つでけたよ、はい、じゃあ C ね、C 大丈夫？でも、いやでも、あと C か、あのね、選ばないって、もう2つしかないからね。うん、そうそうそう。うん、B はいいカード出たけどね、もう終わったからね。そう、うん。そうです。複数本に帰らずです。ね、相手の印象ですよ。ね。うん。よいしょっと、相手の印象。おー、イェイイェイイェイ。うん。そうです。ね。OK。これでね、ちょっと寄せとかないとね。OK。おっと、これがですな、まあ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 、オッケー。めん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 て、パタパタママ、パタパタママ、パタパタ、あーちゃー、いちいち、お部屋でタロットうるさいな、うるせえ。本当だよ。はい、今1時44分ですね、ソニックさんのね、あの、おうちは、おうちは、ロンドン深夜にタロット動画収録、やっほーね、そうですね、うん。収録どころか週7でタロットローグン動画収録ですよ。本当にね。オッケーね。言葉遊びが好きな男を押してくれ。はい、C を選んだあなた。ね、大丈夫ですか？ハハしてませんか？ソニックさんはハハしてますけど。ハハ、ハハハ。はい、ですな。はい、見た目。まず見た目いきますよ。見た目はね、はい、向こうの印象、見た目。うん、ロマンスの欠如。ね、ときめかない。
ときめいてません、向こうは。はい。そして、なぜかというと、ね、後味の悪い勝利。うん。そうです。なんか、あれですね。もう、つきまとっちゃってる。彼はもう、こう、ちょっとうんざりしてます。うんざりしてます。はい、次、性格。性格はですね、はい。まあまあ、でもあれが、まあ、ね、後味の悪い勝利だから、一応、なんか、ロマンスはねえけど、好かれてるのは感じてる。よし、そして次、ね、性格。性格はね、同じ職場とか、限られたフィールドで、一緒に行って楽しい。楽しいってよ。うん。楽しいって。うん。そしてその楽しいの裏付けが、さらに、こうね、凱旋帰国。これはですね、自慢できる、ね、戦利品。戦利品ですよ。お持ち帰りできる。なんかいいな、楽しいな、楽しいなって、そういうね、性格 OK。性格 OK 出ました。パフパフーね、そうそう。勝訴。だけど、ね、勝訴は使わないよな、これな。はい、態度。態度はね、これは、あれです。なんか持ち帰れない戦利品。うん。態度はね、これ、学ぶことがなくなったので卒業前、うん、態度はね良くない、うん、態度はなんかもう親しき中にも礼儀ありの親しきを超えてしまったかもしれないね、はいね、んでで次は4枚目雰囲気ね、雰囲気はねはいですね、突然の終了と新しい生活ね、終わった終わった、うん、そして終わったの裏付けね、収穫待ち、うん、終わって収穫待ちになった雰囲気。うん。そしてね、おしゃれ。おしゃれはどうだ？バーン。おしゃれはまずね、契約できない。うん。おしゃれは、うん。それはわからん。わからん。契約できない。うん。そして、ね、同じ価値観の相手。うん。契約できないけど、同じ価値観の相手。うん。なんでしょうね。あ、契約できない。なんか、あれ？ファッションかぶる。ファッションかぶるからやだ。うん。ね。まあ、そんなでね、最後、恋人として。これでしたよ。ここでこれだけでいいんだろ、本当は。な、この恋人として、バーン、推しの弱い女性。もっと来てほしい。うん。そしてね、うん。恋人として、目的のはっきりした女性。うん。そうね。うん。好きなら好きと言ってってことね。うん。そんなかな。悪くはないんじゃないかな。なんか、うにうにしちゃうけどね。ソニックさん。うにうにしちゃうけどね。そう。まあ、そんなんでね。ABC ね。相手の雰囲気。どうでしょう。ね。文句があるやつは、日曜日と水曜日にタロットライブやってるからね。そこに来なさい。ね。さらにもっとディープに、知りたい人は、ここならに来てね。ソニックさん、値段高いけど、超すごいよ。マジで。マジでソニックさんの、占いはマジやばいよ。まあ、そんなんでね。もしよし、今日は俺だ。もうね。終わる終わる。ね、もうね、1時ね、47分だからね。終わるよ。よいしょ、ここら辺にね、パープルレインじゃねえんだよ。なんか、紫色の可愛い、視聴登録娘が現れるから、それをポチってくれると、ね、君もヘブンに行けるし、ソニックさんもヘブンに行けるんだ。ね、ゴーゴーヘブン、どこまでも行け。ソニックさんはね、島袋派。そうなんですね。はい、今日はまあね、うん、いい終わり方をしたかな。いい終わり方をしたということにしよう。ね、それではまた皆さん、また次回お会いしましょう。バッハハーイ。